黒田長博は、江戸時代後期の大名。筑前国福岡藩十一代藩主。矢部成清と同じく、乱壁大名であり、藩校周遊館を再興させたことで知られる幕末の名君である。文化8年3月1日、薩摩藩主、島津重秀と、側室、牧野千佐との間に重秀の十三男として生まれる。千佐は、 家臣の家で働く身分の女性だったが、重秀でも圧倒されるほどの大柄でお酒飲みだったと言われ、惚れ込んだ、重秀での求めによって、即室となった。そんな母の血を継いだ長広もまた大柄であった。二歳年上の大追い、成明とは、兄弟のような仲であったという。文政五年、第十代福岡藩主、黒田成清と、性質、放派やシーンの娘。 純姫と婚姻、むこしとなる。養父同様、将軍、徳川家成の変記を授かって、黒田成博と称した。天保を5年11月6日、成りの隠居により、家督を相続した。就任後は、実父の重秀に習って近代化路線を推し進めた。現在は、歓楽街で有名な中須の一部である、博多岡崎新地に、清錬所と反射炉を建設した。 ついで見込みのある藩主を積極的に出島へ派遣し、西洋技術の習得に当たらせた。藩主たちの一部から、福岡県で最初の時計屋や写真館を開く者が現れた。ラングセと称された、成広の西洋趣味はこれにとどまらず、オランダ人指導のもと、蒸気機関の制作にも取り組んだ。他にも、医術学校の創設や、主都の実施、寮内での近郊、 炭鉱開発を推進したが、鉱山関連に関しては、様々な困難や妨害に遭い、当時の日本における石炭を使った産業を育成しようとしたが、当時は技術がそれほど進んでおらず道半ばであった。嘉永元年11月、移設藩主、東堂隆行の三男、辰若を養子氏とする。嘉永三年、実家島津家の相続争いに際し、 成明派の要請に応じて、老中、安倍正宏、宇和島藩主、伊達宗成、福井藩主、松平義長らに、事態の収拾を求め、翌海江4年に、その仲介に努め、成明の藩主相続を決着させた。海江5年11月、福岡藩、佐賀藩、薩摩藩は、幕府からペリー来航予告情報を内達される。福岡、佐賀は、 長崎警備の任にあり、薩摩は琉球王国を服属させていたことから外交問題に関係が深かったためである。情報を受けた成弘は同年12月、徳川幕府に対して憲白書を提出した。それは幕府の無策を批判し、ジョン万次郎の登用や海軍の創設を求めるものであった。一大名が堂々と、 幕府批判を行うということは、前代未聞の行動であった。結局、憲白書は目殺され、その主張が採用されることはなかったが、成広やハンガローの黒田造熊が処分を受けることも、なかった。慣営6年7月、ペリー艦隊の来航を受けた幕府の求めに応じ、再度憲白書を提出した。 この中で、蒸気船を主力とした海軍による解剖の強化、通称を開き、欧米から先進技術を導入すること、アメリカ・ロシアと同盟すれば、イギリス・フランスにも対抗し得ることなどを主張している。安政6年には、再来日したシーボルトによる解剖学の講義を受け、死体を直接手に取ってもいる。現時元年、産儀となり、筑前採傷と呼ばれる。 黒田長広写真成博は、成明と同様、幕府に対しては、積極的な開国論を述べている。慶応元年、藩内における過激な勤労志士を弾圧した。しかしその後は、薩摩藩と長州藩、そして、幕府の間に立って、仲介を務めるなど、幕末の藩主の中で、大きな役割を果たしている。成明派だったために、様々な進化を受けた。 西郷隆盛は、成弘に助けられた一人である。弾圧事件の前後から酒焼きをそらなくなり、また顎げも伸ばし放題にした。杉山茂丸らとも交流がある。明治初期頃、名を長弘と改めた。明治2年2月5日には隠居して、養子氏の長近に家督を譲っている。長近が、岩倉施設団に従って、海外留学する際に、 金子健太郎と段拓馬を出し、長地下に随行させた。段は、かつて長広が行った首藤の実験で長男を死なせた、側近、神谷拓の進むの4男で、無残な結果を悔やんだ、長広の神谷に対する詫びとしての使命だったとも言われている。明治18年、金子健太郎の検索を採用し、旧福岡藩士との協議の末、黒岳の死学、 藤士雲館の校舎、重機一歳を寄付し、旧福岡半校周遊館を、福岡県立周遊館として再興する。明治20年3月7日、東京赤坂の黒田本邸にて77歳で、死去した。墓所は、青山霊園、高野山億の院。黒田長広十二、君ん等、黒田長広の墓日付イコール旧暦。 参考文献性質との間に子はなく、側室との間に七人の子供が生まれたが、ほぼ零歳で死亡している。これはおゆら騒動の原因となった、島津成明の子女と同様、乳母の胸まで塗られたおしろいによる鉛中毒が原因ではないかと推定されている。特に、薩摩女性に厚化症の風習があった。長広の伐師、朱姫は唯一一歳を迎えたが、 その最後は、脳膜水腫の症状でおうと、全身痙攣を繰り返す悲惨なものだった。この鉛中毒が、乳幼児の死亡原因と分かったのは、大正時代末になってのことである。ありがとうございます。